これから国際化しなきゃいけないなっていうことをだんだんこう思い出してきたんですね。あ、日本企業ってまずいなっていうふうにそのシンガポールに赴任した時に、まあ、結構思いました。皆さんこんにちは、トーマグループトーマです。トーマグループのですね、各部門の、まあ、やってることの紹介をね、させていただきます。今回は国際部というですね部なんですけども、私のあの当初の夢には全く入ってなかったその夢なんですよね。25年ぐらい前に一度ちょっと考えたことがあるんですね。海外行って国際部作れないかなと思ったんですね。でその時に思ったのは、アメリカでも州単位で税制が違うんですよね。当然世界中税制当然それぞれ違うので、そうするとアメリカだけでもその何十人とその専門家を要しなきゃいけないってなると難しいのかなっていうふうに思って国際部頓挫したんですね。当初ですね、何でもやりたいトーマなんですけど、あ、国際部はダメだなと思ったんですね。私はあの東日本大震災の時にですね、日本ってリスクだらけだなと思ったんですよ。まあ、今でもそうだけど、地震があってね、台風があって、放射能がまだやっぱり解決してないという状況の中で、あの震災あった時にね、やっぱりこれからは日本はもっと国際的にならなきゃいけない、日本の中小企業をもっと国際化しなきゃいけない、でなおかつ人口はですね、日本は今1億2000万ちょっとですけど、ね、100年後には5000人になっちゃう、以下になっちゃうっていう情報の中で、これから国際化しなきゃいけないなっていうことをだんだんこう思い出してきたんですね。まあ、その中でこれから国際化でなんとかしようよみたいな話をみんなにしたらですね、なんとなくシンガポールに出そうよみたいな話になって、役員みんなでですねシンガポール見に行ったんですよね。やらせてくれるところも出てきたので、まあということで、まあ、あの実際にシンガポールにね駐在をしたトーマの第1号は彼でございまして、トーマコンサルタントグループ斉藤取締役がですね、国際部のねリーダーとして今やってるんですけど、まあ、そんなとこからですね、まあ、11年前の震災からあの始めて8年前にねシンガポールに行って、ということで、その後、まあ、あのシンガポールの支店を作って、それからロサンゼルスにもね、ちょっと私あの海外に行った時にロサンゼルスで信頼のおける税理士さんと一緒に、まあ、支店を作ろうということで、この2拠点とそれからトーマの今のところで国際部という体制を整えて今、やってくれている斉藤取締役を迎えました。そういう意味でちょっと今日はですね、自己紹介とどんな事業をやってるのかのお話をですねあのいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私が、トーマのですね国際部を、担当しております斉藤と申します。よろしくお願いいたします。そうですね、あのどういうことをやっているかっていうことなんですけども、大きくあの2つの、クライアントが、ございます。まあ、1つ目はですね、日本の、企業が海外に複数子会社ですとか、まあ、支店ですとか、まあ、そういうのを、持っている そちらの日本法人の方の、会計とか税務の担当をさせていただいております。まあ、そういう中であのシンガポールとかですね、今会長からお話しあったアメリカとか、まあ、この辺やっぱりあの日本と取引がある会社が、多いのでですね、そちらの方であの活用させていただいております。でもう一つはですね、こちらの当初の計画にはあまりなかったんですけども、外資系企業ですね、まあ、こちらがあの日本に進出する時のサポートっていうのをさせていただいております。でまあ、こういうコロナの状況とかですね、いろんなカントリーリスク、まあ、ウクライナのこととかですね今ありますけども、まあ、そういう中でも結構国際業務っていうのはですね、あの、まあ、重宝されているところっていうのはございまして、まあ、他の会計事務所ではあまり今提供していないサービスになっているところもあって、まあ、いろんなこう問い合わせがですね、あの、まあ、していただけるっていうのはまあ大変ありがたいなと思って、毎日、やらせていただいております。はい、トーマに入ってですね18年目になります。で私もですね、まあ、会長と同じで国際を担当するとはあの夢にもちょっと思っていなかったんですけども、まあ、あの経歴としては、トーマに入ってですね、最初は普通に法人部というところで、まあ、5年ぐらい、やりまして、まあ、それからの資産税部ですね、まあ、相続とか、やるところにまあ移動をしましてですね、
それから戦略税務コンサル部っていうところで、組織再編とか、国債とかですね、コード税務を、やるというような部署に、移動してほしいということで、そちらの方に移動して、そこから国債を担当するように、なりました。で、最初、会長の方からお話しあったシンガポールに赴任したっていうのもですね、こちらも最初シンガポールどこの国に赴任させようかっていうことでですね、北京とか上海とかですね、シンガポールとか香港とかいろいろあってですね、いろいろ調べながらですね、受け入れ先もどこがいいかとかですね、そういうこともあって、で最終的にシンガポールに落ち着いて、誰を行かせるかってなった時に、じゃ探してきたんだからお前行ってこいよということになりまして行くことになったっていう、これも何かの縁なのかなというふうに思っています。でそこからですね、いろいろ大変なこともあったんですけども、やっぱり赴任したっていうのが、やっぱり今一番のなんて言うでしょうね、心の支えというかですね、やっぱり会長がおっしゃってた、日本企業ってまずいなっていうふうに、そのシンガポールに赴任した時に結構思いました。その会計事務所もですね、インド人、マレーシア人、シンガポール人、日本人、ミャンマー人とか、たくさんいる会計事務所なんですけども、英語があんまりできないっていうのは日本人だけでですね、ほとんどみんな共通の言語は英語で会話を、ミーティングをするっていうこともありますし、日系企業も本当はいいものを、商品を持っているんだけども、そういう海外アレルギーみたいなものが多くてですね、そこで失敗してるっていうか、二の足を踏んでる、あとはその間に入った方に利益を持ってかれてしまうみたいな、そういうような状況っていうのを目の当たりにして、それはこのままだとまずいなっていう、会計事務所としてもやはり海外業務っていうのをサポートしていかなきゃいけないなっていうふうに思いましたし、日本企業自体も会長のおっしゃってた、人口減少っていうことで日本市場がシュリンクするっていうこともありますけども、いい商品はたくさん持ってるんで、それをやっぱ海外に出していかないと、将来はちょっとあまりこう明るくないのかなっていうのが今も心の奥底にあって、続けて国際業務もやっているっていう、そういう感じですね。はい、ありがとうございます。僕の友達結構大企業に勤めてるのいるんだけど、いろいろと聞いてみるとかなり国際化してるんだよね。僕の知り合いの保険会社なんかも半分がもう外国人だよみたいなね。大企業ってどんどん国際化してるんですよね。それに引き換え日本の中小企業って国際化が遅れてるよね。私はそう思うんだよね。だからトーマが今この国際部があって、これから遅れ暮らせながら海外に行く人たちのお手伝いができないかなっていうのが僕の今の夢というか思いだよね。ね、国際どうしたらいいのって時に、やっぱりいろんなお手伝いができる、どこ行った方がいいとかね、我々もシンガポールを出店するときに地元の銀行に挨拶に行ったり、いろんなところにご挨拶行って、いろんなあれをしたけど、どんなところに行ったらいいのか、どんな部屋を借りたらいいのかとか、そういうのも人脈がうちは結構できたので、そういうのを今使ってると思うんだけど、やっぱりそういう意味ではやっぱり国際化をこれから本当にお手伝いしてどんどん出てくる。で私はね、今すごく思ってるのがZoom がだね、自動翻訳機になるっていう話もあるんだよね。これできたらすごいよね。細かい商談は難しいかもしれないけど、海外の人と簡単に同時通訳みたいなね、こういうことができてきたら、もっと日本はね、国際化できるんじゃないかな。やっぱり言葉の壁だけだと思うんだよね、ある意味では。だからそういう意味では、私はそれがもっと本当に進んできたら、もっともっと国際化って進むんじゃないかなって私は思ってるんで、その時にね、トーマが国際はあるよっていうのをね、トーマに国際はありっていうような部分で私はいけるんじゃないかなっていうふうに今私は思っています。はい、かなり厳しく、調査をするようになってきているので、この調査対応のご相談っていうのがですね、かなりこう増えてきているかなっていうのが実感です。結構税務署厳しくいろんな対応しますので。